白石市の小学校の校庭で木製の支柱が折れ児童が死傷した事故を受け県内の学校にある防球ネットを一斉点検したところ撤去や補修が必要なものが48カ所で確認されました白石市の小学校では先月27日校庭にある防球ネットの支柱が根元から折れ6年生の男子児童1人が死亡1人が顎の骨を折る大けがをしました きょうの県議会で県の教育委員会から報告された一斉点検の結果によりますと支柱のある防球ネットは県立の高校など88校のうち70校242カ所に市町村立の小中学校など625校のうち346校417カ所に設置されていましたこのうち撤去や補修が必要なのは48カ所で 内訳は県立が六カ所で、利府高校、定山高校などです。市町村立は四十二カ所で、仙台市十一カ所、石巻市八カ所、登米市五カ所などです。県教育委員会では、白石市教育委員会が進める原因調査の結果を踏まえて。学校施設全般の点検の在り方について検討したいとしています。